創価大学の木下と申します。このタイトルで、投査関連の、ポータルと、投査構造のリポジトリを紹介したいと思います。はい、2016年から、投査構造リポジトリ、を、開発しており、これが外投函と呼びます。外投函で投査構造を登録して、まあ、PDB のように投査構造に ID を振るようなシステムです。でこの ID を使って論文に掲載すると、これがいろんなデータベースに共有され、データベース間の共有を促進する仕組みになっています。で、今年の8月に新しいバージョン 3.0 を公開しました。これまでの従来のシステムでは、投査構造を登録すると即時に Works という投査構造の形式に変換し、それに投査 ID が付与されました。そのことで、こういう流れであるため、入力された投査構造の形式が外交 CT と Works に限られていました。でなので、その単純な性能の検証しかできず、同時に同じ投査構造が登録された場合、重複した ID が付与されてしまった問題もありました。したがってバージョン 3.0 では、登録された投査構造にはサブミッションタグというのを付けられて、まずバッチ処理のフェーズまで保つようにしていました。でバッチ処理で入力された投査構造の検証が行われ、問題なかったら画像を生成し、 ID をサインしてました。アサインするようにしました。そしてユーザープロファイルというページができて、そこに登録された構造の検証結果、もし問題なかったら画像と ID が得られるようになりました。この利点としては、いろんな投査構造の形式が、この今フォーマットコンバーターというのも使えるようになり、検証のステータスも確認でき、重複を避けることができました。で、今年から、投査構造だけじゃなくて、投査がさまざまな遺伝子やタンパク質にも関連していまして、投査構造を真ん中にすると、投査を合成する遺伝子、投査、その遺伝子はいろんなタンパク質になりますし、レクチンだったり、投査を認識するレクチン、また投査が付与、収束するタンパク質、また投査を認識する病原体とか、エピトープの情報、また投資質のデータもありますし、投査関連疾患やパスウェイの情報もいろいろありますので、これらをすべてガイコスモスからのデータリソースという部分からアクセスできるように、ワンストップで見れるようにしました。で、上の方にリポジトリという部分がありまして、そこに外投函と今年公開しました外交ポストというリポジトリもあります。今開発中ですが、複合糖質、糖質や糖タンパク質のリポジトリも今開発中です。これがガイコスモスのホームページですが、今年の4月に公開しまして、日本糖質学会のオフィシャルポータルとして承認されました。サブミッションズという部分とデータリソーセスの部分でできてまして、4ヶ月おきに更新をするようにしています。でまず外交ポスト、先ほどは外交統括を紹介しましたので、外交ポストですが、今年にこの論文、レビューを出したんですが、投査のオミクスデータ、マススペックの、ワークフローを、開発、提案しています。ユニカブ DR というリポジトリがヨーロッパにありますが、これも外コスモスに移動されます。でそこにはミラージュという糖鎖、糖タンパク質と糖バイコミックスの出動分析の、ガイドラインを提唱している組織なんですが、そのガイドラインに沿ったメタデータを登録できるように、なっています。で外交ポストには、次の発表される J ポストとの開発者の連携で作られたんですが、生データ、出力分析の生データを受けられるリポジトリであって、これらと連携して、また外投函とキュレーションされたユニカム TV とも連携して、生データを処理できるように、ID を付与できるようなリポジトリが、外コスモスからアクセスできるようになっています。で、MCP やネイチャーメソッドからも連絡があって、
興味を持っていただいてますので、まあ、今後もしかしたら外交ポストが使われるようにもっとなるかと期待しています。で、現在の外交ポストでは27件のプロジェクトが登録されて、7件がこれらがオープン公開されています。それぞれに ID が付与されていて、パブメドの ID と詳細の情報が見えるようになっております。で、次はリソーセスの部分ですが、データベース、これらのセクションに分類されています。で、遺伝子タンパク質脂質の部分ですが、遺伝子の部分にさまざまな他のデータベースポータルからデータが統合されており、タンパク質もそれぞれちゃんとどこから取ってきたデータなのか、グライコスモス特有のものもあります。まず外交人データベースは ACGDDB のデータベースですが、まずこの辺、こういうテーブルで一覧が見えるようになってまして、検索がそれぞれ項目の検索が可能です。で、一つのエントリーをクリックしますと GGDB に飛びまして、主に人とマウスの投射関連遺伝子ですが、これは全部手動でキュレーションされています。なので他のデータベース、オーソログ遺伝子、基質特異性、情報がすべてありまして、この酵素はどの基質によってどういうプロダクトができるかっていう情報が載っています。発現情報とか他のまず、ベクター情報などもあります。そして、外交プロテインズに、かなり力を入れてまして、糖タンパク質がメインですが、外交プロテインズ、これはユニプロットから取ってきた糖タンパク質のデータ。で、また ACGGDB ですが、主に3層圏が、同定された、出動分析の手法、特殊の手法で同定された糖タンパク質のデータです。どちらも同じこのようなリストで表示されますが、外交プロテインズと外交ポッド DB、ACGGDB と区別しています。で、この辺、ここからでも区別されます。で、検索項目も、ありまして、全体としては、例えば、糖鎖就職部位、アミノ酸残基とパブメド情報がありまして、で、糖鎖酵素が分かっている場合は、糖鎖外糖圏の、リンク情報もあります。他の例ですが、このように糖鎖就職部位が、外交プロット DB とミニプロットで異なる場合もありますので、それぞれを区別できるようにそれぞれ緑と赤色で区別しています。そして、PDB のエントリーがある場合は、PDB へのリンクもあります。パスウェイ情報もリアクトームというデータベースにありまして、そのタンパク質が、パスウェイに関わっている場合は、そのリンクがあります。で、レクチンの場合は糖鎖を認識するタンパク質なので、ムカオ DB という糖鎖アレイのデータ、実験データを解析した結果をまとめたデータベースで、このレクチンでは、このような糖鎖構造のパターンを認識するというふうに、予測された、データです。で、下の方に行きますと、ヒューマンプロテインアトラスで、高く発現しているティッシュの一覧もありまして、これをクリックするとヒューマンプロテインアトラスに飛びます。で、続きましてガイコームのデータで、ガイコームアトラスと LM ガイコームアトラスを紹介します。ガイコームアトラス、これも去年紹介しましたが、組織別の糖鎖、構造が全部見えて、糖鎖をクリックするとその組織、どの組織に、その臓器に存在するかっていうのが光ります。で、今年、公開した LM ガイコマトラスですが、これはマウスのスライス、ティッシュのスライスを取って、レクチンマイクロレイにかけて、それぞれいろんな部分を取り出してマイクロレイ、レクチンで染色しました。で、その強く染色した部分が数値化されて、こういうグラフで見れるようになります、なっていますので、部位によって違うプロファイルがあったりするんですね。なので、そのティッシュのどの部位にどういうレクチンが強く染色しているかによって、どういう糖鎖が存在するだろうかっていう推測ができるようになっています。で、これはモレキュールズという論文に、雑誌に今年、
掲載されました。また、パスウェイのデータはリアクトームから取ってきまして、スピーシーズとキーワード検索が可能です。でこのように階層的にパスウェイが整理されていまして、マウスオーバーするとリアクトームから その、サマリーが、表示されます。でパスウェイまで、たどり着いたらこのように自動的にパスウェイが表示されますので、ちょっとあまり綺麗じゃないんですけど、分子やタンパク質で複合タンパク質コンプレックスが、の関係性が見えるようになっていまして、でコンプレックスを例えばこれをクリックするとその、タンパク質構成するタンパク質の一覧があります。でもし糖タンパク質であったらその、リンクがこのように、記されて、これをクリックすると先ほどの糖タンパク質のエントリーページが表示されます。はい。で、まだ4月のリリースまでちょっと公開はされませんが、グライコンメープルというデータベースも今作っておりまして、糖鎖合成経路をいろいろ作ってこういうふうに可視化しています。で RNA シークのデータをこの上に可視化というか表示して、酵素の発現量をいろんな矢印でその太さで表示してますので、RNA シークのデータを自分のデータもアップロードできて、どういう糖鎖酵素ができるかっていうのを、見えるように可視化できるようにしています。で最後にワイスペースアライアンスを作っていますが、アメリカとヨーロッパでも似たようなプロジェクトがありますので、一緒に、データを全部で共有して連携できるような体制を作っております。また今別のプロジェクトですが JST の未来社会創造事業で、このデータに基づいて今度はいろんな、数理モデルやパラメータ、推定とか、ユーザーインターフェースで動作 そのダイナミクスを理解しようとするプロジェクトも始まっております。はい、すいません、違う、はい、飛ばします。はい、